今回で、気候の話は最後になります。今回は環境問題ということで、その気候を変動させて、我々、人間に悪影響を及ぼしかねないっていう、そういう様々な環境問題の話をしようと思うんですけれども、私の環境問題に対する基本的なスタンスは、まあ、環境問題ね、地球上の環境をね、良くしよう、ね、人類についての未来を考えようっていうのはなかなか、まあ、いい考えだと思うんですけれども、それが、まあ、往々にしてですね、その環境ビジネスであったり、まあ、お金儲けにつながったりっていうこともあるので、多少ね、ちょっと懐疑的なところもあるんですよね。ただ、まあ、我々だってね、いい環境に住むのはいいというふうに思うし、いろんなね、課題について、列挙して上げていくっていうのはいい機会だと思いますので、まあ、どんどんね、上げていこうかなというふうに、思います。割とね、あっさりめにいきたいと思います。さあ、まずはですね、よく最近言われるところの地球温暖化ですね。一時期よりはね、ちょっとこの温暖化に関する議論は下火になったとは思うんですけれども、我々が使う化石燃料の大量消費による二酸化炭素などの温室効果ガスが原因であるとされています。で、このね、二酸化炭素が、その地球を、まあ、地球のね、大気の中にどんどん放出されると、まあ、布団でね、地球をくるんだように、まあ、熱を、こう、保持して逃がさない。そのために、まあ、地球の気温が少しずつ上がっているよというのが、この地球温暖化ですね。そして、その結果、氷床であったり、氷河であったりですね、の海面上昇が起きるというふうにされています。で、この状況をどうにかしようということで、こういうね、会議が持たれるわけです。それがこの気候変動における政府間パネルっていう、まあ、そのね、研究者であるとかね、専門家を集めて、そしてね、地球の気候変動にのことをね、話し合おうという、まあそういう会議というか組織なんですけれども、ちょっと長ったらしいですよね。だから略称は IPCC と言います。ニュースをね、見てたらですね、一月に一回ぐらいは聞く言葉なので押さえておくといいと思います。まあそうして、専門家たちが話し合って、この気候変動に対して、どうにかしなきゃいけない。そういうふうに議論をする。そしてその結果ですね、1997年、京都議定書をですね、
が採択され、はい、温室効果ガスの削減目標が、まあ、定められるということになるわけです。京都議定書はね、割と中学校の授業とかでもよく取り上げられるね、公民の時間とかでよく取り上げられるものですね。このぐらい、この国はこのぐらい、この国はこのぐらい、いい削減をしましょうということですね。ただ、この、京都議定書に関する国の足並みもあんまり揃ってないところもありますし、その、排出量を取引をする、ね、国際的な取引をしたりするので、これもね、ちょっとね、ビジネスがね、結構ね、その、あるんじゃないのっていうふうに、私は少し思うんですけれども、まあ、こういう、論点があるということです。次は、オゾン層の破壊、行きたいと思います。このオゾン層、地球を取り巻くね、そのオゾン、O3 っていうんですかね、このオゾンが地球をこう取り巻いている、それが、その、太陽からのね、強烈な紫外線を、その、ブロックして、少しね、和らげて、地球にあまり届かないようにしてるんだっていうのが、オゾン層です。そのオゾン層を、フロンガス、が、まあ、破壊をしてしまうと。まあ、昔はね、フロンガスは比較的安全で、その取り扱いがしやすくって、そのクーラーの中にね、冷媒として使われる、冷たいものと温かいもののね、熱を交換する、そのものとしてよく使われていた、んですけれども、それをたくさん使いすぎると、オゾン層を、破壊してしまうのではないかと。その結果、大気のね、オゾン濃度を調べたところ、オゾンが、まあ、オゾンの濃度が薄いところ、フロンガスが、オゾン層を破壊したところ、オゾン層が薄いところで、その、オゾンの濃度が薄いところがあって、そこで紫外線が、太陽からの紫外線がね、どんどん注ぎ込んじゃうよと。そういうことが、まあ、研究されたわけですね。オゾンホールが、形成され、はい、地表に、達する。先ほどお話しした、紫外線量が増えていくよってことになります。はい。で、このオゾンホールというのが、主にどこにあるかというと、この地球の書き方だと北っぽいんですけれども、実はオゾンホールは南極周辺にできることが多いですので、これはオゾンホールは南半球ですね。
主にと書いておきましょう。主に南半球にオゾンホールが形成され、地上に達する紫外線量が増える。まあ、その結果ですね、例えば皮膚にね、紫外線が当たって、皮膚癌とか、まあ、強烈に日焼けするわけ、ですので、その、皮膚癌の患者とかがね、その南半球のアルゼンチンであったりね、チリであったり、そういった人たちの健康被害が、あるようになったと。そこで、1987年。モントリオール規定書。クローンの製造や輸出入が規制されるということになります。お次はですね、砂漠化の話をしましょう。砂漠はい、この砂漠化、まあ、自然の要因に、まあ、自然的な要因はありますよね。ある時に、まあ、日照りが続くとかね、気候条件で砂漠化を招くっていうこともあるんですけれども、そこに、人的な要因が絡みます。例えば加工作ですね。例えば、ステップ気候のところで、綿花をね、育てるためにたくさん地下水を汲み上げたら、地下の塩分が上がってきて、植物がね、育たなくなってしまい、そして、植物が育たないってことは、土地の水持ちが悪くなって、水蒸気が発生しなくなって、ますますね、その砂漠化をしてしまうよと、ステップ気候から砂漠気候になっちゃうよっていうことが、あるわけですね。あるいは、はい、同じなんですけれども、花崩木ですね。まあ、もちろん過剰な放牧ですけれども、この顕著な例として、アフリカ大陸あるとサハラ砂漠があって、サハラ砂漠の南縁、ね、南の縁、サハラ砂漠のちょい南の、まあ、半乾燥地域とでも言いましょうかね。これのことをサヘルと言うんですけれども、このサヘル、サハラ砂漠の、南の縁、南縁のことなんですけれども、このサヘルでの砂漠化の主因であると。はい。
このサヘルのあたりでね、人口がどんどん増えていくわけですね。まあ、医学が発達したら、今までは亡くなっていた子供も亡くならなくなって、それはいいことなんですけれども、それを養う、それをね、食わせていくために、まあ、羊をたくさん飼うわけですね。そして地下水を汲み上げると、また同じようにね、地下水の塩分も上がってきて、そして、その、植物自体がね、あまり育たなくなってしまい、そこに日照りと来たもんだから、全然ね、水蒸気が発生しなくって、どんどん砂漠になっていくということです。このサヘルと花崗木をね、よく結びつけていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。あとは、要するに水持ちが悪くなるっていうことですので、樹木をもう過剰に伐採すると、樹木は、その水分を蓄えているわけですね、その体の中に。そしたらそれが、上がっていったら水蒸気になって雲になってまた雨が降るんですけれども、その樹木を取りすぎてしまうとね、その、丸ハゲにしちゃうと、その、上がる水蒸気も上がんなくなるわけですので、これが、砂漠化の、要因になるということです。続いて熱帯林の破壊についていきたいと思います。まあ、熱帯雨林にプランテーション、例えばゴムとかをね、天然ゴムを取るためのゴムの木を植えると。そうすると、まあ、天然ゴムのゴムの木は植わるんですけれども、ただその、天然ゴムを植えるための、まず、その熱帯林が伐採されてしまうと。ね、天然ゴムがこう、ポン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 ってまばらに、入るので、密林っていう感じではなくなるわけですね。プランテーションなどの、大規模農業。この辺の国もね、熱帯の国にも人口が増えてくるわけですので、プランテーションに限らず農業をやらなくちゃいけないと。そういう時に伐採をするということですね。あるいは、木材の利用。例えばね、ラワン材とかね、そういう、まあ、割と加工のしやすい木があってですね、それを伐採して、その木材にすると。そうすると熱帯林が破壊されますよということですね。で、特に、ブラジル、アマゾン川流域あたりですね、と、インドネシア、での、森林の破壊が、まあ、突出していると。まあ、ブラジルはアマゾン川流域ですね。で、インドネシアは、その木材としての木はですね、その木材丸ままをね、もう輸出はしませんよとは言っているんですね。だから、加工した形で、例えば薄く剥いで、プレスして、その無駄なく使ってね、無駄なくその端っこの端っこまで使ってからやっと輸出するっていうようなね、丸太そのままバン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 輸出はしませんよとは言っているんですけれども、でも大きく見るとインドネシアとこのブラジルのね、森林の破壊が、まあ、突出はしております。東南アジアでは、新たな、その、熱帯雨林の破壊もあって、それが、エビの養殖ですね。これが割と流行っていて、まあ、割とね、我々日本人が、スーパーで、バナメイエビ、タイ産とかね、書いてあると思うんですけれども、そうしたエビを養殖すると、まあ日本人がね、エビ好きなんでたくさん買ってくれるわけですね。そして、その養殖のための池を作るために、まあ海水が必要なので、
どこに作るかっていうと、海辺に作るので、マングローブが、まあ、切られるっていうことになるわけですね。まあ、この、ネタリの破壊に、まあ、日本人も全く無縁ではないというようなことです。はい。そして、はい。大気汚染。いや、酸性雨ですね。これも割とね、昔からの問題として、よく話題に上がりますね。硫黄酸化物や、窒素酸化物ですね。が、大気汚染や、まあ、雨に混じってね、水の中に溶け込むと、酸性を示すために、酸性雨の原因になります。はい。そうするとですね、まあ、酸性雨なんかはですね、例えばヨーロッパの中ではですね、森林を枯らしてしまったりですね、まあ日本でも、あるいはヨーロッパでもね、街角の銅像とかがね、ちょっと雨でね、その表面が溶かされていく。そういうような感じになっていくわけですね。で、大気汚染といえば、今、日本ではあまり、その、注意報とか警報まではいかないんですけれども、それでも、割と、まあ、20年前ぐらいまではね、高化学スモッグの注意報とかがね、あるわけですね。まあ、こうした、その大気汚染物質、自動車の排気ガスや、工場のね、その、排気に、まあ、光が当たって紫外線によって、化学変化が起き、まあ、その、もやーんとしたね、高化学スモッグが発生するわけですね。はい。このような、大気汚染や、酸性雨の被害が、大きいところっていうのはどこかというと、まあ、先ほども言ったヨーロッパなんかがね、結構この、大気汚染や酸性雨の被害が、大きい。その、ドイツ周辺のね、黒い森って言われるね、森が枯れたり、あるいはね、銅像が溶かされたり、そういうことが、多いわけですね。で、そしてヨーロッパの場合は、その、国境が、たくさんね、その接している国がたくさんあるから、国境と国境がなかなかね、その密であるっていうことですので、そのうちの国の、この大気汚染物質が、国境を越えて他の国に行くこともあると。ね。その、自分とは預かり知らぬ国の大気汚染物質によって、うちの国がね、酸性雨に、まあ、酸性雨の被害を受けるっていうことがよくありますので、そうしたことに対して、まあ、ヨーロッパ、主にヨーロッパなんですけれども、の国々が話し合って、1979年に、はい、長距離越境大気汚染防止条約っていうね、ちょっと長ったらしいですね、長距離、今日、まあヨーロッパの国々なんかは国境をすぐ越えちゃうからですね。
大気汚染、防止条約が定められます。こうした、まあ、京都議定書とかね、モントリオール議定書、こういう、長距離越境大気汚染防止条約なんかね、割と真剣もし好きなんで、押さえておくと損はないと思います。はい。それでは続いていきたいと思います。異常気象ですね。まあ、最近のニュースとか見てるとですね、その、ニュースのね、人を引きつけるために、もう毎年毎年ね、異常気象だ、異常気象だって言ってるので、まあ何がね、異常で何が正常なんだかね、ちょっとはね、わかんなくなりちゃいそうなんですけれども、この異常気象を、まあ、よくね、ニュース映像なんかに、見るのはですね、シベリアなどでの、まあ、融雪洪水。これがドカーッとあるよということですね。融雪洪水、南アジア、インドやスリランカでの干ばつ、ヨーロッパの熱波などなどですね、毎年毎年ニュースで見るような、例えばね、ハリケーンが来るとかね、大型のサイクロンがやってくるとかね、今年はこうだ、次の年はこうだ、なんてそういう風なね、ニュースで見るような異常気象があるわけですね。これね、これに絡めて、こういう言葉聞いたことないですか？この異常気象の原因はエルニーニョ現象に、あるとかね、あるいはラニーニャ現象が、その原因の一つとされるということですね。エルニーニョ現象っていうのは何かっていうと、熱帯太平洋東部の海水温が高くなる原因。はい、ちょっと地図を書きますよ。はい、まあ、赤道がこうあったら、熱帯太平洋東部ですので、熱帯の太平洋の東部の海水温が高くなって、太平洋西部ですね。こちらが、まあ、どっちかというと相対的に気温、水温が低くなるということになるわけですね。ラニーニャ現象はその逆で、こっちが、水温が低くなり、こっちの水温が上がるっていうことなんですけれども、まあ、それが、この異常気象を引き起こす原因となっているよっていうことを、まあ、よくね、ニュースで聞いたりすると思うんです。ただ、このエルニーニョ現象とラニーニャ現象のその原因を知りたいわけなんですけれども、それは、その、まだね、解明されてないっていうことになってるわけです。まあ、そうした環境の変化、
環境の悪化に対して、まあ、なんとかしようぜという会議も開かれるわけですね。順序立てると、国連人間環境会議ですね。1972年に、ストックホルムで、開催された会議です。で、この中でね、かけがえのない地球。というのを、まあ、スローガン、合言葉にして、まあ、環境問題について話し合いましょうということになる。この環境会議ね、ストックホルムで、かけがえのない地球っていうのをスローガンにね、開催されたんですけれども、まあ、テスト的にはですね、このストックホルムっていう地名がですね、先ほど言ったモントリオール議定書のモントリオールとね、なんかちょっとこう語感が似てる感じがするので、これをごっちゃにかましてね、聞くみたいなのがね、例えば真剣模試とかでね、あったりするので、まあ、その、本来の、こう、ね、勉強の方法じゃないかもしれないんですけども、ストックホルムとモントリオールのね、その区別をつけましょうということです。はい、そして、この国連人間環境会議の中で、国連人間環境宣言を採択するわけです。そして、国連環境計画ですね。国連ですので、略称は、UN がつきますね。そして EP。プロジェクトでしょうかね。エコロジーなんでしょうかね。ユナイテッドネーションズエコロジープロジェクトでも言うんでしょうかね。この、ナイロビ。この地名を押さえてもいいと思います。ナイロビ。ケニアですね、に、置かれた環境保護機関ですね。さて、もう一つ挙げましょう。そしたらもう一つは、長い名前になるんですけれども、環境と、開発に関する国際会議。はい、ちょっと長かったですね。別名地球サミットとも言います。地球サミットと言われる
まあ話し合いは何度か持たれるんですけれども、まあ、地球サミットの中でもこれがね、代表的な地球サミットのですので、いわゆる地球サミットといえばこの国際会議を指します。これが、1992年のリオデジャネイロですね。はい。このあたりね、モントリオールだか、ストックホルムだか、リオデジャネイロだかね、そういうような区別をしてくださいよっていうね、問題が出ることがあります。そして、ここで、話されたことは、この持続可能な開発、まあ、これから先その持続可能な〇〇っていうのがね、割とよく使われるようになったんですけども、まあこの走りですね。だから開発もまあ必要だろうと、必要なところは必要なんだけれども、今後の人類の未来に対して言えば、その環境を破壊しまくるような、その開発は、まあ当座のね、10年20年ぐらいは、その資源をバンバン取ってね、いろんなものをどん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 大量消費しても10年20年は持つかもしれないけど、それは100年200年300年ね、見ると持続可能ではないと。だから、その節度ある開発をしましょうっていうことですね。持続可能な、節度。節度ある開発をしましょうと。未来の人類の資源まで取ってしまったらダメだよと。未来の人類に、その、ツケを回すような環境の悪化はダメですよっていうことです。まあそういう、理念を示すわけですね。が、以後の、環境、行政の理念となる。そして「アジェンダ21」という、まあなんていうんですかね、やるべき計画のようなもんですかね、これを採択するわけですね。これは、環境を、ついての行動計画。この行動に、この計画に基づいて、まあ、環境保全をしましょうというような計画がこの中で、示されたということです。はい。まあ、このように様々な環境問題とそれに対応して、こういうことをね、その考えましょうという会議、あるいはね、その計画であったり、スローガンであったり、議定書であったり、条約であったりということを駆け足で紹介しました。環境問題に関して言うんだったら、気候とはちょっと離れるんですけど、こういうものもありますので紹介しておきましょう。ワシントン条約ですね。これは、例えば絶滅危惧種をね、日本にね、密輸しようと思ってね、捕まるようなやつがね、ワシントン条約に引っかかった、みたいな感じで言うわけですね。絶滅危惧の野生動物保護のための条約です。絶滅しそうな生き物を例えば日本に、こっそりね、輸入しようとすると税関で捕まって、
その罪に問われるということになるわけですね。そしてラムサール条約、これは湿地であったり干潟であったり、まあ、湿地といえば鳥も寄ってくるしね、その貝とかもね、地下に潜んでいるしね、そういう風にね、もうその生物の宝庫である、だからこの湿地や干潟を守っていこうっていうのがラムサール条約です。今回はですね、環境問題とそれに対する会議、議定書、条約などをね、いろいろと列挙した感じで、授業を進めました。今回はここまでです。